さあやっていきましょう。つむつむ手持ちのつむ紹介するまで終われば10ということで、続きましてはマックス。これってグーフィーの息子でいいの？奥さん誰だったっけ？んな細かいことは気にしてねえで、さっさとやっていきましょう。はい、マックスということですね。マックスどんなスキルなんですかね。なんか横状にライン、横状にツムとしていくということでしたけれども、あ、出てきた。なんだっけ、このあの、焦げてる人。これ最初見た時にもミスターポテトヘッドに見えますよね。ということで、どんなスキル？パパ！パパがすっ転んだ勢いでツムが消えるって、なんかちょっと切ないですね。まあ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 。グーフィーってでもなんだかんだいろいろチャレンジして、すごい、こう、なんて言うんでしょうね。運動神経はいいですよね。運動神経はいい。まあ、ただ、才能があるかどうか別にして。うん、運動神経があって、いろんなことにこうチャレンジするっていうのがですね。なんか、昔、コメディタイムっていう、金曜日の、木曜日と金曜日の朝7時半から、ちょっと古めのディズニー作品と、なんか新しめのディズニー作品とで、それぞれこう、なんかやってた時期があるんですけど、それをね、朝学校に出かける前とかに毎週楽しみに見てた記憶がありますね。その時に、なんかグーフィーチャレンジとかって、こう、新しい方の、金曜日にやってた方のグーフィーの作品なんかでは、グーフィーがいろんなのにチャレンジしたりとかね、なんかオリンピックの10種目にチャレンジしてみたりとか、なんか、なんだろうな、何かしらのスポーツ、具体的に覚えてねえな。なんかそういうの作品にチャレンジしてみるっていうのがあって、グーフィーってすげえなって、すごいね、幼心に思ってましたけどね。でもそれと同時に、チップとデールと対峙したドナルドは絶対に負けるんだなっていうのもあるんですね。やっぱり2対1は勝てないんだなっていうのですね。小学生ながら数って戦力なんだなと思いましたね。あんなに小さかろうが関係ないっていう。おー、溜まった。最後に、チュルッといって、なんとかギリギリ600万点溜まりそうでしたね。はい、よかったです。ということでですね、マックスは、マックスはじゃあ運動神経がさらにいいんですかね。スノーボードで、スケートボードでシューって言って、でその後ろをついてたパパがつってんころりんっていうことだったんで、息子の方が才能があるという、そんなツムでございました。ということで、また次回お会いしましょう。では。